ハンスールリッヒルーデルは、第二次世界大戦中のドイツ空軍の軍人。ヨーロッパ東部戦線において、ソ連戦車500両以上と800台以上の車両を撃破する戦果を挙げた。しかもこれは確認できた戦果であり、実際には無断で出撃したり部下に戦果を譲ることがあったと、されるため、正確な数は不明である。また、少なくとも9機を、 空中戦で撃墜しているため、エースパイロットの一人にも数えられる。これらの戦功から、騎士鉄十字章の最高位の黄金白洋剣付ダイヤモンド騎士鉄十字勲章を授けられた。なお、この勲章の受賞者は、ルーデルただ一人である。ヨシフ・スターリンからは、ソ連人民最大の敵と呼ばれ、フェルディナント・シェルマー陸ク軍元帥からは、一人で一個師団の、 価値があると評された。ルーデルは1916年7月2日、プロイセン王国東部、ニーダーシュレージエンのコンラーツバルダウで生まれた。父のヨハネス・ルーデルはルター派教会の牧師であり、その地域の教区長を務めていた。また、インゲボルクとヨハンナという2人の姉がいた。8歳の頃に、 母親からもらったパラシュートの玩具で遊んでいるうちに、空を飛ぶことに興味を持ち、パイロットを目指し始めた。この時期には、父の認知変更のため天候がたびたびあった。ラウバンの人文系義ムナジウムに通って、アビトゥーアに合格した後、1936年12月に、士官候補生として、ベルリン近郊ビルトパークベルターの、 ドイツ空軍学校に100倍の競争率を突破して入学。戦闘機乗りを希望していたが、卒業前に学内で流れた卒業生は全員爆撃隊に編入されることになるという噂と卒業間近にバルト海沿岸の校舎法学校を訪れた際に偶然その場に居合わせたゲーリングの我々は 新編成の主塗科爆撃隊のため多くの青年将校を必要としているという演説を聞かされたことですっかり噂を信じ込み急降科爆撃隊に志願している。しかし実際には卒業生のほとんどが希望した戦闘機隊に配属された。1938年6月にグラーツの 第168級高架爆撃航空団大愛飛行隊に配属されることとなった。しかし、偵察隊に転属することになり、偵察機のパイロットとして、ヒルデスハイムの空軍偵察訓練校で、偵察写真撮影工法の訓練を受け、1939年に1月に、第121長距離偵察飛行隊に、転属している。事伝によれば、 これは、STG168 の中隊長が、偏屈者の厄介払いのために転属させたのだと述べている。1943年10月、ロシアのクリボイログ地区から出撃する、ルーデル大尉の 187G-1。第二次世界大戦には、少尉として、プレンツラウの第121軍、第2軍地区偵察大隊に所属し、ポーランド戦役に、 遠距離偵察隊員として従軍した。1939年10月11日に二級鉄十字章を受章。1940年5月、フランス侵攻が開始されるも、この時はウィーンのスタンメルスにある訓練航空部隊に副艦として配属されていたため、戦闘には参加できずにいた。フランス戦が終わる頃になってようやく、カーンの 第3級高架爆撃航空団第 I 飛行大隊への転属が実現したが、バトルオブブリテンには急降下爆撃機パイロットとしての転換訓練の最中であったため作戦には参加していない。また、この時は技量未熟なパイロットとみなされており、一時期グラーツに戻され急降下爆撃訓練を続けている。1941年4月のバルカン進行。 さらにその後のクレタ島進行に参加した時も地上大気の予備パイロットであった。この境遇を著書、急降下爆撃では出撃命令でエンジンがうなり出すたびに拳を耳に詰め込みたくなる。主通過隊はクレタで歴史を作っている。そう思って私は悔しさに男泣きに泣いたと述べている。この出来事が原因で後に 上官からの休暇命令に背いてまで出撃を重ねるようになったと言われている。ルーデルはバルバロス佐作戦において1941年6月23日に休校科爆撃隊員として初の戦闘を経験し、1941年7月18日に一級鉄十字章を受賞、受章、休校科爆撃機、ユンカース十八十七シュトゥーカを買って、 終戦まで東部戦線で戦い抜いた。という逸話が数多く残っている。1945年2月8日、ルーデル5回目の負傷の時には、ソ連軍の 40mm 降射機関砲により、右足を失う。しかしルーデルは、治療期間中に、ソ連軍を攻撃できないことの方が悔しいと、涙ながらに訴えている。彼は、 負傷が感知する前に病院を抜け出して部隊に戻り、特注した義足をつけて、再び戦線に復帰した。全員国防軍将兵の中で唯一、黄金白用剣付ダイヤモンド騎士鉄十字勲章を授与された人物でもある。最終階級は大佐。部下からは、シュトゥーカ大佐と呼び慕われた。アドルフ・ヒトラー相当は英雄である、ルーデルの死が、 敵の宣伝に利用されることを恐れ、再三地上勤務に移るように要請したが、本人は全て断っている。また彼は前述の勲章を授与される際、条件として地上勤務を二度と要請されないことを挙げた。ドイツの敗戦後はアメリカ軍に投降したが、ソ連軍へ引き渡されず無事に戦後を迎えた。記録他に FW190 のどれかの機体に、 もう一人登場していた。将校六人、歌手官六人、民間人一人の脱出業であった。なお、ルーデルラは、アメリカ側がこれら機体を使用することを防ぐために、着陸の際に、わざと主客を折るようにしている。戦後は拘留されるが、戦争犯罪に該当するものもなかったため、1946年4月、フュールトの軍人病院からの退院をもって、釈放される。 しかし、ドイツ敗戦により軍は解体されており、この時期、ルーデルはベストファーレン州のゲルスフェルトで輸送関係の仕事に就いている。天気が訪れたのは多くの元ドイツ空軍関係者へ当てたアルゼンチン政府による非公式の招待状を受け取ってからである。招待されたドイツ空軍関係者には、ルーデルの他にも、 元ドイツ空軍総監であるアドルフ・ガーランド中将、第200爆撃航空団を率いて終戦まで、特殊作戦に従事したベルナー・バウムバッハ大佐、フォッケウルフ社の主任設計者である、クルトタンク博士らがいた。しかし、当時ドイツからアルゼンチンまで直接行く手段はなかった。ため、まず、アルプス山脈を越えスイス、イタリアへと赴き、ローマで、国際、 赤十字の発行する渡航文書を入手して1948年6月に南米アルゼンチンに渡った。この度には、ルーデルの親友であり、終戦時、第日常攻撃航空団第愛飛行台隊長であったヘルバルト・バウアー少佐。この後ブエノスワイレスに定住し、実業家として成功したと、 終戦期を共に過ごした五代目後舞機重種のエルンストニールマン隊も同行している。アルゼンチン到着後は、アルゼンチン航空機産業の顧問に任命され、コルドバの航空技術研究所で勤務しつつ、時の独裁者、フワンペロンとその妻のエバペロンや、パラグアイの独裁者、アルフレド・ストロエスネルの親友となった。 両独裁者の間を取り持ち、両国の経済開発計画にも関与している。また、早々期のアルゼンチン空軍の士官学校において、ルーデルは、教官として、幹部候補生に操縦法や、低空飛行による、航空戦闘技法を教え込んでいる。戦後の人生は、実業家の傍ら、戦時中に片足を失ったにもかかわらず、テニスや水泳、 スキーの競技会などで高成績を収めたスポーツ、愛好家であった。特に、アルペンスキーでは、南米選手権において優勝するなどしている。一方、趣味として登山もたしなみ、南米において、アンデス山脈の多くの山々に登った。これには、南米最高峰であるアコンカグアも含まれている。また、世界で5番目に高い活火山であるユーヤイアコにも3度、登っている。 一度目の登頂の際には、ルーデルは滑落し、氷壁を400メートル落下するも、幸運にも、雪溜まりに飛び込んだためわずかな打撲やあざのみで、事なきを得ている。この一度目の登頂は、成功に終わり、フワンペロンは、個人的にこの功績を称えた。二度目の際には、第日常攻撃航空団の元同僚である、マックス・ライウスと、写真家であるエルビン・ノイベルトと共に登山するも、 途中でノイベルトが滑落死したことで遠征は中止となった。ルーデルはそれからわずか10ヶ月後に再登庁し、ノイベルトの遺体はルーデルによって引き上げられ、ゆややこの山頂に埋葬された。1953年にアルゼンチン政府との契約が終了した後、ルーデルは西ドイツに帰国し、その後はオーストリアのクーフシュタインに移り住んでいる。1965年、 ルーデル49歳の時に28歳歳歳下のドイツ人女性ウルスラと再婚し、後に息子クリストフを設けた。また、同年5月22日にはルーデルの努力によってギーセンの北の丘に大日上攻撃航空団の戦士、行方不明のパイロットや整備兵を弔う記念碑を混流している。1970年4月26日、ルーデルは オーストリアのホッホ風弦でのダウンヒルの練習中に重度の脳卒中を引き起こす。医師の懸命の治療によって一命を取り留めるも当初は歩くことすら危ぶまれる状態であった。しかし日々のリハビリと精神力によって再びスキーや水泳などスポーツがこなせるまでに回復した。1976年には ルーデルが招かれたドイツ連邦軍の集会における、出来事が物議を醸し、招いた将軍であるカール・ハインツ・フランケ少将とバルター・クルピンスキー中将が退役に追い込まれた。アメリカのフェアチャイルド社は A-10、サンダーボルト2攻撃機を設計する際、対地攻撃の第一人者である、ルーデルを顧問に迎えている。A-10 の設計思想の一部は、 ルーデルの助言に基づくものだと言われている。ルーデルはアルゼンチンにおいて、スポーツや、登山の傍ら空いた時間を使って回想録を、執筆しており、それは1949年11月に、急降下爆撃、トロツデームとして出版されている。戦闘の記録ではあるが、共産主義への嫌悪とヒトラーを尊敬する内容が、散見される。トロツデームは、 世界各国で翻訳され、総発行部数は100万部以上を記録した。ビーアフロンツォルジャッテンツアビーダーアフラスタン、デュアラー、バーラグ、ドルチェスタスオーダーレジェンドでは、ヒトラー暗殺計画を避難し、先の大戦は、ドイツの生存権のための戦争だったと擁護している。アイラ・レビンの小説、ブラジルから来た少年では、 メンゲレが所属するネオナチ組織の頭目として名前だけ登場している。極右政党 DRP の幹部でもあり、1953年にはドイツ連邦議会選挙にも出馬している。1982年12月にルーデルは新たな脳内出血を起こし、12月18日に西ドイツのローゼンハイムの病院にて死去した。葬儀の際には、 ドイツ連邦空軍の F-4 戦闘機2機が追悼飛行した。また、多くの退役軍人が参列したほか、個人が大戦の英雄であり、ナチズムの信奉者とみなされていたため、ネオナチも仕掛け、公然とドイツの国家の一番や、戦時中の軍家が公開放言されたり、ナチス式敬礼が行われるなど騒然となった。 1982年12月22日にドルンハウゼンに埋葬された。元ナチスドイツ軍人ということもあり、墓所の正確な位置は公表されていない。以下は公式の記録である。官邸の撃沈記録については、彼一人の戦果ではなく、共同戦果である。ルーデルは、唯一の黄金白用剣付ダイヤモンド騎士鉄十字、勲章受賞者である。 ルーデルの残した記録は、波外れて高いため往々にして、伝説明て語られるが、これらの戦績はあくまで公式記録に基づくものである。というのも、戦友らの証言によれば、ルーデルは仲間たちの評価を上げるために、自らの戦果を他人の戦果として申告させていたといい、この証言に従えば、実際の戦果は公式記録より多いことになる。 また彼は、負傷した際も、病院からこっそり抜け出しては出撃して戦列に紛れていたため、実際に上げた戦果は、さらに多かったものと思われる。また、右足を切断するというパイロット生命に関わる、事態が起こったことで、退院後、部隊に戻ってからは、航空団司令として、地上勤務についていると上層部には思われていた。そのため、 部隊を引き4月から終戦までに30両以上の戦車を確実に破壊したと言われる戦果も、公式戦果として認められているのは3両のみである。こうした戦績から、ルーデルは様々な人物に評されている。戦争末期に中央軍集団を率いたフェルディナント・シェルナー元帥は、ルーデルは一人で一個手段の価値があると述べており、 ルーデルの航空支援に全幅の信頼を置いていた。ハインリヒヒムラーによって、彼の指揮下から、ルーデルが移動させられた際には、小銃のみで戦線を維持できるとでも思っているのか、と怒り、わめき散らしたという。フランスの激痛王であるピエール・クロステルマンは、ルーデルについて、なんと、残念なことか、彼が、我が軍の側でなかったということは、と述べている。 戦後知り合ったルーデルとクロステルマンは非常に親しい友人同士となりお互いの家をよく訪れる間柄にまでなった。こうした関係からクロステルマンは戦後に生まれたルーデルの息子であるクリストフの大父となっている。またドイツ空軍トップエースのエーリーヒハルトマンは戦後ルーデルの戦績について自分は複数のチームで戦っているから それで真似することはできる。だが、ルーデル個人の真似はできない。誰もできやしないと述べている。ルーデルによる実際の戦果、撃破数は現在もわかっていない。187は福崎で、鉱石は機銃主席となっているが、著書、急降下爆撃によると、ルーデルの187でそこに座った機銃主の中で名前が判明しているのは全員で5人いる。 ここで紹介する、後部重衆は、第二級高科爆撃航空団に所属してからの人物である。それ以前の部隊では、転属が多かったため、相棒と言えるような重衆を持ち得る機会がなく、実質この5人が、相棒であったと言える。アルフレート・シャルノブスキーは1941年9月23日の、戦艦マラート攻撃島で座っていた、機重衆。 ルーデル所属大隊では最年少であったが非常に冷静沈着な性格の持ち主で彼を怒らせることは不可能なことだと仲間内で言われるほどであった。ソ連軍のキーロフ級巡洋艦、キーロフの攻撃命令が出された時、出撃準備中に大隊長機が故障したため代わりにルーデルの上記を譲ることになった。大隊長ステーン隊はルーデルの恩師でもあり、 緊急を要する事態であったので、大体長期の後部基銃を、シャルノブスキーが担当した。しかし攻撃中、二人の乗る機体は、方向打に直撃弾を受け操縦不能となり、キーロフに体当たり攻撃を仕掛けるも墜落、戦死する。最終階級は5丁。エルビン・ヘンシェルは、シャルノブスキーの後任の基重手。1917年10月29日生まれ。 ドイツ・フェクラブルック軍、ニーダータ・タールハイム出身。最終出撃回数も1480回を記録しており、ルーデルとの付き合いは最も長い。後部機銃でソ連軍の戦闘機を撃墜、騎士鉄十字章を受章するなど、卓越した腕前で、ルーデルからの信頼が厚く、現存するヘンシェルとルーデルの写真からも、その関係がわかる。 1944年3月20日、ヤンポール橋の破壊の際に攻撃を受けて不時着した、新米の両機乗員2人を救出するために着陸し、ルーデル機に乗せて離陸しようとした者の,の車輪が泥に、はまったため機体を捨てて4人で逃走。氷点下に近い水温のドニエストル川を泳いでの、横断中に体力が持たずに沈み、ルーデルの救出も虚しく、ヘンシェルは溺死し、 ルーデルは彼の死に大変なショックを受けた。26歳遺没。最終階級は兵長。ロートマンはヘンシェルの公認の基銃手。フルネームは不明。基銃手となった当時の階級は一等軍曹。もともとアジ87の整備兵であり、正式な基銃手ではなかった。しかしヘンシェルが戦死した1944年3月下旬はソ連軍が 東部戦線南翼の崩壊を意図してきたから、ドニエステル川を越えて、ルーマニア領内に攻め込む、一大攻勢に出ていた時期であり、どの部隊も出撃に大笑わ,わで容易に機銃手を選抜できる状況ではなかった。こうした事情により、苦肉の策として、ロートマンを後席に乗せたものだと思われる。そのため、実戦では二十数機の P-39 に、 囲まれたことで落ち着きを失ってしまい、ロースマン、スキエッセンと何度もルーデルに叱咤されている。経緯は不明だが、この後、ルーデルの功績で実戦に参加することはなかった。しかし、以後も、第日常攻撃航空団には、整備兵として所属しており、1944年12月の写真では、ルーデル。 ガーデルマンと共にいる、ロートマンの姿が確認できる。最終階級は不明。エルンスとガーデルマンは、ロートマンの公認の基銃手。出撃回数は850回を超え、騎士鉄十字章を授与されている。1913年12月25日生まれ、ドイツ・ブッパータール出身。1941年10月、グミとして、 第2級高架爆撃航空団第3、飛行大隊に配属され、当時注意であった、ルーデルと出会う。両者とも非常にスポーツが好きだという共通点があった、ためすぐ親友同士となり、一般兵に混じって、ルーデルと訓練を受けるガーデルマンの姿がよく、見受けられたという。1941年の冬から、交武機重手として勤務し始めたが、 誰かの専属の基重種にはならずにいた。しかし、功績としての確かな技量と医者であることによる必要な医療の提供は、すべてのパイロットから絶大な信頼を寄せられるに至った。1944年5月、親友のルーデルが専属の基重種を亡くしたこともあり、同期に着任。ルーデルが右足を失う1945年2月9日まで出撃をこなした。 2月9日以降もガーデルマンが機銃手を務めるはずだったが、ルーデルがベルリンの病院を退院した際には、西部ドイツのブラウンシュバイクにおり、制空権が取られ交通も麻痺した状態では移動もままならず、結局戦争中に二人が再会することはなかった。その後、米軍の捕虜になるもすぐに釈放され、ブッパータールの実家に帰郷している。専門は循環器で、 撃墜されて負傷したルーデルに応急処置を施すこともあった。1945年2月8日にルーデルが右足を吹き飛ばされた際には意識を失ったルーデルを炎上する機体から引きずり下ろし、さらに死血を施すことでその命を救っている。最終階級は少佐。二級鉄十字章、一級鉄十字章、ドイツ黄金十字章。 鉄十字章を受賞戦後は医師として活動し1972年のミュンヘンオリンピックでは医学教授陣のチーフを務める。1973年11月26日のハンブルクでの講演中に心臓発作を起こし死去。59歳没。ソ連軍エースパイロットであるレフシェスタコフ大佐を後部機銃で撃墜した。 人物として挙げられるが、シェスタコフが行方不明になった1944年3月13日は、ガーデルマン着任、1944年5月の2ヶ月、前の出来事であり、その時はまだヘンシェルが着任していた時期である。ただし、ルーデルの電気にはこの日は、ガーデルマンが座っていたという記述があり、分けあってヘンシェルと交代していたと思われる。 1972年にルーデルと語り合うガーデルマンの写真が残されている。エルニスト・アウグスト・ニールマンはガーデルマン公認の機銃手。もともと大日常攻撃航空団には従軍記者として派遣されていたが、ルーデルの功績に任官する前からすでに何度も出撃を重ねていたベテランであった。最終出撃回数は600回を超え、 ドイツ十字賞金賞を授与されている。ルーデル曰く、愉快な男で、米軍機の空襲を受けた際に、防空壕から飛び出して、本職顔おまけの映像を撮るなど、波外れた度胸の持ち主であった。ルーデル機には1945年3月31日に、後武器重手として着任。ルーデル最後の出撃である5月7日に無功席に、降り、キッチンゲンにて、 ルーデルらと共に米軍に投降した。その後の捕虜生活でも常にルーデルと一緒にいたが、一回の軍人報道員であったためルーデルに先んじて釈放されている。戦後は、ルーデルとアルゼンチンへ渡るなど、舞台解散後も行動を共にし続けた。最終階級は大位。エルンストジックフリートステーンは、ルーデルにとって恩師に当たる人物である。 1912年9月25日生まれ、ドイツシュレースビッヒホルシュタイン州、キール出身。彼は、ラパロ条約により、ソ連で航空訓練を受け1935年の再軍備とともに、ルフトバッフェに入隊した古参パイロットのうちの一人であり、対フランス戦では、中尉として、第二級高下爆撃航空団に所属、戦闘に参加。急降下爆撃に、 非凡な才能を持ち、バトル・オブ・ブリテンでは15,240トンのイギリス艦船を撃沈する戦果を挙げる。1941年8月1日、第22級高架爆撃航空団第3飛行大隊指揮官に着任。この日、以前から何かと目にかけてきたルーデルも一緒に第3飛行大隊に転属してくることで、 それ以来、戦闘経験の少ない彼に急降下爆撃の秘訣を教え込んでいる。しかし9月23日、彼にとって第300回目の出撃である。この日、2番機のルーデルが特訓の成果を見せて見事、マラートを撃沈するものの、ステーンは同日の黄色不攻撃でシャルノブスキーと共に戦死する。ステーンは戦死後、東部戦線に従軍した。 シュトゥーカパイロットとして、初の騎士鉄十字章を授与されることとなった。28歳没。最終階級はタイ。ステーンは、経験豊富な同僚たちに引け目を感じていた、ルーデルにも分け隔てなく接し、タイでも人徳者として有名であった。ルーデルは常に、ステーンにつき従い、一緒に森を散歩するなど気心の通じ合った仲だった。ため、その死には、 ひどいショックを受けたという。彼は、ステーンについて、真に、偉大な人間であると述べ、後の私の功績は、ステーンに負うところが多いと尊敬の念を交えて著書に、記述している。戦争中に所属した部隊は順番に、第2級高加爆撃航空団、第3飛行大隊、第76級高加爆撃航空団、第2飛行大隊、第3級高架爆撃航空団、 第2級高架爆撃航空団第 i 飛行大隊。第2級高架爆撃航空団第3飛行大隊。受賞勲章は2級鉄十字章。1938年10月1日記念メダル。ザ・オブラヌ・スロービンスカ・ハボリーナ・オラバ。1級鉄十字章。パイロットバッジ。フロントフラグスペインジ・フュア・カンプリージャー・イン・シルバー。フロントフラグスペインジ。フュア・カンプリージャー・イン・ゴールド。 キ士鉄十字章、ゴールデネブフデアフリーガー、フラグスガフレロブザケン、ダイエンストージェシュナンガンデアベアマハト4、クラス。4ヤーレ。フリードリッヒベッカーは、ルーデルの同僚であり、ルーデルが、第2級高架爆撃航空団第3飛行大大指揮官となった時から、常に、参謀役として、ルーデルを支え続けた人物である。ルーデルは彼を、 第3大隊員の母親のような人物だと述べ、どんな危機的状況でも常に事態を把握していたと述べている。ルーデルとベッカーは親友同士であり、舞台の皆からもフリドリンと愛称で呼ばれていた。ベッカーは1943年5月1日に隊員として第2級高下爆撃航空団第3飛行大隊の代隊副官に任命され、 1944年4月1日には、少佐となった。1945年4月には、第日上攻撃航空団本部付の参謀将校として、航空団副官に昇進し、副司令として事務的業務を受け持っていた。その後もベッカーは、部隊と行動を共にし、ルーデルやニールマンと共に終戦まで生き残った。しかし、 配送中の地上部隊を指揮して、西側の A 米軍占領地を目指していたところ、チェコにおいて、ソ連軍と、現地ゲリラの襲撃を受け死亡した。最終階級は少佐。ヘルムート・フィッケルは、ルーデルの副艦であり、また戦闘時は、ルーデルの領機として出撃したパイロットである。1921年11月27日生まれ、ドイツ中林元州。 シュマルカルデンイコールマイ人間出身。1940年1月10日徴兵され、航空学校に送られたフィッケルは、1943年2月に、第2級高架爆撃航空団第3飛行大隊、第8中隊に配属された。1943年3月10日、ポルタは近郊に初出撃する。そして、 1943年10月15日から1944年の夏までの間、フィッケルはルーデルの副官として、また両機として500以上の任務に出撃した。また、しばしばフィッケルはルーデルと2機だけで対戦車攻撃に出撃し、そのほとんどで成功していたため、大体では有名な存在であった。1943年の終わりまでには、 最も再起あふれる主通家パイロットの一人として、同格を表し、1944年11月に、第二地上攻撃航空団第3飛行大隊第9中隊の指揮官に任命される。以後、終戦まで中隊指揮官として、戦闘を続けた。1944年夏、彼の機体は、対空砲火を受け、ソ連軍の前線に不時着する。しかし、 フィッケルと彼の通信士は敵の砲火をかいくぐって着陸したルーデルによって救われた。戦争中、フィッケルは3回撃墜されるも負傷することはなかった。また、そのうち2回を戦場に強行着陸したルーデルによって救われている。そして、戦争の終わりまでに800回以上の出撃回数を記録し、1945年5月に、 イギリス軍の捕虜となって終戦を迎えた。騎士鉄十字章を受章しているが、この時授けたのはルーデルであった。戦後は幸せな晩年を送り、2005年4月6日に亡くなった。最終階級は注意。ありがとうございます。